皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、この抹茶のチャチャチャ風味を使ってプロテイン入りの羊羹を作っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。材料の紹介をしていきます。こしあんですね、 100g 用意しました。パウダー状のこれ粉寒天ですね、 4g 使ってます。水を 300ml 用意します。こちらに 150ml とシェーカーに 150ml 入れました。でプロテインは、スプーン2杯分使っていきます。耐熱容器に入れた、水に粉寒天を入れていきます。でこれをレンジで加熱していきます。600から700ワットのレンジでだいたい50秒から1分ぐらいですね、加熱してもらって、取り出してまた溶かしてまた入れて寒天を溶かしていきます。でちょっと粉内爆発しないようにだけしっかり見ておいてください。でその間にですね、プロテイン作っていきたいと思います。パウダーの量が多いので2回に分けてシェイクしていきます。しっかり混ざったので、ボウルに入れたあんことプロテイン混ぜていきます。でゴムベラを用意して少しずつ加えてあんことなじませていきます。加熱から上がった寒天を一緒に合わせていきます。で寒天がまだ熱いうちに混ぜ合わせてください。で塊があるようだったらしっかりとゴムベラで潰していきましょう。しっかり混ざったので、底が平らな容器に移していきます。はい、このまま蓋だったりとかラップをして氷が入らないようにして冷蔵庫に入れていきます。だいたい1時間から2時間ぐらいで、固まります。はい、完成です。プロテイン入りの羊羹ができました。で8個に切り分けたうちの3つを並べました。こんな感じに、ね、色合いもプロテイン2杯分入れたのですごく綺麗な緑色になっています。実食編とスペックの紹介は次の動画でご紹介していきたいと思います。それでは皆さん、本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。